どうも滝沢沙織の部屋へようこそ。本日は、釣りなんですけれども、坊面丸さんで出演しております。スペシャルなゲストに来ていただいてるんですけれども、私のお友達の女優の福田由美ちゃんです。よろしくお願いします。どうもどうも、わーこんにちは。こんにちは、どうもありがとうございます。本日は実は由美ちゃんとは3回目の釣りになるんですよね、はい、す一番最初が五目釣りかな、でニカサゴを釣りました。釣れたよね、はい、本日、釣り物なんですが、はい、アマダイを狙います。1年ちょっとぶりかな釣りするのはね、1年ぶりなんですけど、私、初めて冬の釣りに来たんですけど、ちょっとね、舐めてました。舐めてた、はい、どのようにもう、めっちゃ揺れて、揺れてるね今 ね、もう一旦ちょっとあの撮影前に一回やってただからちょっとの頑張って戦いながら釣り頑張りたいと思います。由美ちゃんが今月舞台をね、やるので、そちらのちょっとお知らせをちょっと、あら、なんか私そういうの初めてなんだけど、すいません、こんな大きいものを、ね、もうちょっとポスター持ってきてもらっちゃって、ダラ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 、はい、こちら、はい、ちょっと説明お願いします。ウェスティン西へ帰るという二人芝居をするんですけれども、ババゾのあずさちゃんと脚本演出は矢島光一、新年早々なんで、はい、コメディな作品にしたいなと思ってるんで、はい、絶対面白いんで、いや絶対面白いです。しかも福田由美プロデュースなんで、はい、もう本当に本に命かけてます、はい、はい、命かけてます、はい、場所は何日から何日までですか？2022年の1月26日から30日の下北沢駅前劇場でやります。はい、なのでぜひいろんな方が動画見てくださってると思うんですけど、もし足を運べる方ぜひ見に行ってみてください。楽しいと思います。よろしくお願いします。お願いします。では早速釣りも頑張りましょう、はい、釣り頑張ります。はい、では本日使う、タックルや、仕掛けの感じなんですけれども、こちら、アマダイ用のロッドになります。電動リールになるんですけれども、今日狙う水深がだいたい80メートルから、100メートルぐらいっていうことなので、ちょっと手巻きでも全然できるんですけど、電動リールの方が気持ち的に腕もね負担かかんないので電動リールをお借りしてます。そして仕掛けなんですが、こちら天秤ですね。天秤に重りをついてる状態で、はい、こちらの仕掛けになります。これはアマダイ用の仕掛けで、山下さん のやつを使うんですけれども、もう今こちらセッティングしてますね。ここにフックが2つ針がねついてるんですけども、このエビ様です。エビちゃん、これエビちゃんをここのまずね尻尾をね、ハサミとかでね切ったりするっていう人もいるんですけど、私も手でちぎっちゃいます。手でちぎってはいほいして、このような形で仕掛けをつけます。はい、一番下まで、水深下まで落として、でそこから少し1メートルぐらい上げて、でそこで誘って待つのかな、あれちょっと待つ、下まで落としてちょっと上げて1メートルぐらい上げてちょっと待ってっていうのの割と繰り返しになるんですよね。はい、なので釣り方としてはすごい難しい釣りではないんですけれども、ちゃんとヒットしてくれるか、アマダイ以外にも釣れる魚はあるので、そちら楽しんで本日釣っていきたいと思います。では早速始めたいと思います。まず餌入れて、ここから重り投入、よっしゃ頑張れ私本日。あ、来た、あ、来てんのかな、これ来てない、これ引いてる感じはあるんだな。ちょっと一回上げてみましょう。なんか引いてんのか引いてないのか分からなかったけど、なんか引いてる気がする。あと25、餌が取られました。こんな感じでちょっと随時
取られちゃいましたが、やっていってみようと思います。お、こちら今ちょっとヒットして引きが少しあります。本命なるか。なんだろう、あれ何、レンコダイ。スジメでね、食べるとねすっごく美味しいの。これね、私食べたかったの。この子もアマダイも食べたいけどね、レンコちゃんもね食べたい。やった。ユミちゃん後ろにいるんですかね。福田先生本日ちょっとあの釣りに来たんですけど、一回も釣りしてないけど大丈夫ですか。はい、来たら、うん、ちょっと無理だなって思ってると、うん、無理になるんで挑戦しようと思ってます。なんだけど、うん、まあでもそればっかりはしょうがない。私は福田さんの分まで頑張ります。お願いします。イエイ。さあさあ、今ヒットしましたが、さあどうかな。でした。またしてもレンコ連発。さっきすごい大きいサイズのね、アマダイをね釣ってた人がいるから、いるってことですよ。だから釣らないとね始まらないんで、まだまだ頑張ります。私の恒例のお食事タイムやってまいりました。じゃじゃん、こちらでございます。なんと友達になんかお弁当箱で保温ができるやつをいただいて、ピクニックや。はい、そしてこれで、ご飯、あったかい、まだで、こちら、はい、肉じゃがです。これね、収穫したじゃがいもで、インスタグラムを見てくれてる人だったらもう見てると思うんですけど、出島っていうじゃがいもを収穫して肉じゃがを作ってみたんですけど、すごい美味しかったから、なんかね割と万能なじゃがいもなんで、これ煮崩れもしなかったんですごくちょうどいい。であとご飯、へへへへへへ、ご飯あったかい、これはいいわ、ありがたいね。そして味噌汁もあったかい。こちら大根も、収穫した大根での味噌汁。うん、熱々ではないけど普通にあったかい。あー、これありがたい。もう私のお友達に感謝です。いつも私おにぎりが多いけど、こういうお箸で食べるご飯シリーズもまあいいかなって思って、でしかもあったかめのやつを食べられるから。で今日ここに入ってるのが、うちのおとんが生姜の佃煮作ってくれたやつがあって、でそれを保存してるんで、それも付け合わせに。私こうやって食べてるけど、私もいいサイズのアマダイ釣れてませんからね、なんたって。だからあと1時間ちょっとぐらいですよね、きっと。あと1時間ちょっとでこれ私ご飯食べて釣れるかな。まあそれはいつ何時釣れるか分かんないですからね、釣りは。とりあえず腹ごしらえは大事なんで、せっかくお乳のお弁当箱もあるし、しっかり食べてからまた釣りをスタートしたいと思います。美味しそうに食べますね。うん、美味しい。だってゆみちゃん、ゆみちゃんもう見えないもん。もう釣り座に一回だけさっきにちょろっと来たの、来たんだけど、あ、やっぱダメだわって言って戻ってきた。かわいそう、本当に。もはやなんか晩成しに来たみたいになってるから。いやー、お疲れ様でした。本当にありがとうございました。ありがとうございました。釣れなかったけど、あんまり。でもそもそもね、いや、めっちゃ釣れました。私はもうめっちゃ釣れました。言ってけど、この編集では一回もほぼ釣ってないから、あなた。そうなんです。もう本当最初から最後まで
寝たきりでした。はい、もうね、全然あれから起き上がれずにずっと寝てました。まあ、今回ね、アマダイ狙いだったけど、はい、こんなちっこいアマダイしか取れ、釣れなくて、あ、そうだったんだ。動画を撮ろうと思ってたんだけど、うん、ちっちゃすぎたから動画も撮ってなかったわけよ。でもね、めっちゃ悔しいんで、うん、ちょっとタッキー、うん、リベンジさせてください。リベンジしてほしい。何にもやってないんだもん、だって、はい、もう寝てたんで、ただ本当にただただもうかわいすすぎて、でもね、本当はしてなかったのよ。まあ、今回、参加させてください。一回もその釣り竿触ってないと、はい、もう釣り竿も触ってないですね。そんなことあるないです、あんまり。一回ぐらいちょっと復活するかなと思ったけど、そう、復活本当に全然できなくて、はい、ということで皆様、本日の動画いかがだったでしょうか。チャンネル登録、グッドボタン、ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。ではまた、バイバイ。バイバーイ。